きましょう。はい、ということで、このフレームが出来上がりました。今度はじゃあその、中に、ガラスもしくはアクリルを入れていきましょうというような形です。はい、でまず、これ1枚ボーンと大きい、ガラスやアクリルを入れるのはなかなか大変だと思います。なので真ん中で分割してあげましょう。それで、この上の縁ですね、こっちの、内寸でまず合わせたこういう棒を準備しておきます。これがちょうどこの真ん中に入るというような形になります。はい、でこれに対して予算削減のためにアクリルやガラスではなくこのポリカ中空ボードというのを使います。こういうふうに、スケルトンになっているんですけれども、向こう側が、まあ、ちょっと見えないようにこういうふうにストロー状になっているような形のものですね。わかりますかね。で、まあまずこれが安いっていうものが一つあります。あとはカッターとかでも、切ることができるので加工性にも優れていると。あと中がこういうふうに空気になってますんで、その断熱とかそういうものにも、よく使われるものですね。アクリルの代わりに今回はこれを使っていきます。はい、ではさっき、ここに、置いた、中の仕切りですねに合うようにカット、ホームセンターなどでカットしてくれます。こういうものにストンと落として、はい、切ったりですね。本当を言ったら、まあ、できたら少し1ミリぐらい、この内寸よりも控えておいた方がいいと思います。ちょっと突っ張りすぎるとたわみなども出てきますので、はい、でこういう形で落とし込んでいきます。はい、ぴったりですね。こういう形でよいしょ、かなりきついですけどちょっと無理やり入れてみます。取れてる？はい。はい、で、はい、ではこの状態だともう単純にすぐいつでも、まあ、風が吹いたらポロッと取れてしまいますので、後ろから押さえの、棒をここにつけてやります。要はここに当て材カバーをしてやるというような形ですね。そのためのここが、幅になっていたというような形です。その材料を、初めに、まあ、ホームセンターで準備しておいたら、いいかと思います。はい、じゃあ実際にそれを、留め付けていきましょう。はい、ではまず、ここの中の仕切りから留めていってやりましょう。まず端っこを例のごとくタッカーでもいいんですけど、まあ、後ろこう開いた時に見えてくるんでタッカーが嫌な人は、まあ、真鍮釘でも、の方がまあより綺麗に見えるかと思います。はい、じゃあここ留めていきますね。まず端っこ、で止めます。でここボンドはいらないのって思うと思うんですけど、まああっても、なくてもまあいいと思います。どちらでも構いません。なんと言うんでしょう、まあこれも外したりできるように、一応僕はもうボンドなしでこういうふうに釘で止めていこうかなと思います。はじめに釘で、あ、釘じゃない、ボンドで止めてしまうと、まあ、例えばこういう微調整がちょっとしづらかったりということもあるかもしれないので、まあ、一応、ボンドなしで今回はちょっといってみます。はい、5点ぐらいですね。はい、こういう形で止まりました。では次に3を止めていきます。3じゃない、紐ですね。僕らはこの後ろの止めるところを紐っています。まずはこの縦からですね、こういう形で前から見ても見えないようにこの幅を揃えてやるといいと思います。はい、ではじゃあこの紐をどうやって留めますかというと、ここは今度例えばこの中にガラスを入れたいという時は、その例えばガラスが割れてしまった時に一応交換したいみたいなことがあります。その時にこれ釘を外してこれがカパッと取れるように、ここはボンドはつけません。ボンドをつけてしまうとガラスが割れた時に交換のしようがないからです。なので、必ずここはボンドなしで釘だけで止めていきましょう。はい、じゃあまあどこからでもいいんですけど、あ、で止め方はこうではなくて横に止めてやります。わかりますかね。
ガラスがここにあったとすると途中までしか釘は行きません。なので横のこのフレーム側に留め付けてあげるというような考え方になります。で、ここで金槌を横にしてこう叩いていくんですけれども、ガラスがここにあった場合に、まあ、ちょっとあの割れたりっていうのが怖い時があります。そういう時は何かここにガードみたいなものを敷いて、やってやるといいかと思います。今はまあポリカなのでちょっと乱暴ですが、このまま留め付けていきます。この横からっていう釘打ちがなかなか始めは難しいかもしれませんが、ここに何かを敷いて滑らせるように、これを浮かしてやろうとするともしかするとガンといってしまうかもしれないので、擦らせて止めてやるっていうのが一つのコツになりますね。はい、これで止まりました。はい、あとは端っこと、合計5点ぐらいで止めてあげましょう。はい、それではこの縦の紐ですね、紐、僕らは紐と言うんですけれども、が取り付きました。そうすると今度この横の紐の幅が決まります。一応まあホームセンターで長めに切っておいて、で、あのその寸法、実寸、実物に合わせてご自宅でカットされた方がいいかと思います。今これ測ったら570だったので、570でちょっときついな、もうまあちょっとごめんなさい、少しきつめだったんですけど、叩いたら入ると思います。もうこのまま叩いちゃいますね。はい、こういう形で、入りました。そしたら今度こちらを留め付けていってやります。こちらはこの中の3に対して、打ってやってやりましょう。はいはいはい、こういう形でしっかりガードされるようになりました。上側もきちんと留めてあげてください。こちらですね、こちらはこのフレーム側に打ち付けてやります。それで、こういう形で、はい、それで内窓の完成ですね。こういう形です。で、後で塗装してあげてもいいと思います。で、塗装するときは、このポリカーボネートやアクリルを入れる前に、全体を塗ってあげるかといいかと思います。今回はちょっと塗装を省くんですけれども、こういう形で、前から見たら綺麗に取り付きました。で、ちょっと補足になるんですけど、この部分、本当はまあ後ろここですねを止めてやったらいいかと思います。まあ、今回はちょっとそれ、割愛します。ここにこの突っ張り棒を入れてタッカーで止めてやるというような形でやると、風とかが吹いたらやっぱりここ浮いてますんで、ここがプカプカするような形になります。なのでそれをまあ押さえつけてやるという意味で、アクリルとか、ガラスだったらそれがまあプカプカするということはないんですけど、今回、ポリカーボネットでちょっと浮くような感じありますけれども、これで、基本は完成ということにしてしまいます。で、僕らの教室では、一般的にその家具の作り方をするので、扉ですね、これはラマの木なんですけれども、こういうふうに補助組みでしっかり組んだりということが、まだこれ生徒さんの制作途中のものなんですけれども、こういう形で、作っていくというような、作り方をしますが、今回は、そのご自宅でも、音がうるさくなく、かつ簡単に安くできるということで、この内窓の作り方というのを、シリーズで、お送りしました。はい、本当にこれで雰囲気変わるので、ぜひ皆さんもご自宅の方で、ちょっとそのベランダがそのまま見えるのが嫌だという時はこういう内窓を作ってみて、断熱の効果もあります。結露ですね、例えばその外の冷たい空気と中の、暖房を効かせた暖かい空気の層で、このガラスのところに、何でしょう、結露が溜まってくるというところが、その中のあったかい空気と外の、そのガラスの間に中空で、ちょうど中間の、その気温になるということで、そのガラスに結露がしにくい
まあ、しないというわけではありません。しにくい、ちょっと断熱の、ものを作るということで、こういうふうに内窓の作り方というのを、シリーズでお伝えしました。でその取り付け方っていうのはまたちょっと別の動画で、アップしようかと思います。ただまあこういうふうに簡単にできますよということが、分かってもらえればいいかなと思いました。はい、ということで長いシリーズで、申し訳ありませんでしたが、今回はこれで終わります。ありがとうございました。